イエス・キリストは再びこの世界に来られ、神の国を打ち立てます。神の新しい世界では、神は人と共にお住みになり、人は神の神となります。そこでは、悲しみ、嘆き、苦しみもありません。天から来られた福音主イエス・キリストを信じて、神の永遠の御国を待ち望んでください。
一緒に暮らします。